どうも、ハンサムクロジーです。今日はピアとパパの美味しそうなやつ買ってきました。あれあれ、クロジーさん、ピアとパパの新商品何も出てないんじゃないの？そんな風に思ってる方もいるかと思いますが、なんかね、多分店舗限定なのか、こっそりね、新しいメニューがね、出てるんですよね。クズモッチという商品でございます。さあ、一体どんなものなんでしょうか。見てみましょう。こちらです。ビアードパパのプルルンカスタードくずもっち、美味しそうですね。これパッケージかわいいし、2個入って1個の商品です。冷凍の商品なのですが、冷蔵庫で5、6時間解凍してくださいとのことでした。5時間ですよ。5時間待ちました僕。開けてみましょう。わあ、めっちゃ綺麗じゃん。つるりーん。パッケージ越しにも感じるぽよぽよ具合。これ何、どうやって食べたらいいのこれ。プチプリプリみたいな。落ちるのかな。プルンって出したい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 。すごい、出ない。まあ無理ですね、これ。ちょっとこのまま食べちゃうしかないかも。いただきます。うん、うまい。うん、はあ、めっちゃうまい。じゃあもう一個はお皿に出したい。どうしてもつまようじ使おう。凍ってるうちに出してお皿で上で解凍すればよかったのかな。よし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 、何の作業だこれ。うわっ、お皿にのせれた。やった、見てこれ、プルプルだ。くず餅の中にカスタードクリームがね、たっぷり入ってて、それが透けて見えるんですよね。ちゃんとくず餅版シュークリームみたいになってるのが超すごい。これを僕はね、今から一口で食べたい。中にクリームが入ってるってのはね、皆さん見えたと思うのでね。箸で掴むのマジ嬉しい。いただきます。シンプルにうまい。冷たくてね、プルプルのもっちもちの食感のくず餅の中にカスタードクリームがたっぷり入ってて、とろともちもち、ミルキーな味わいでね、王道のクリームなんですけど、やっぱりね、外側が変わるとまた印象が一気に変わりますよね。いつものサクサクな感じのパイシュークッキーシューもいいんですけど、こういうもちもち生地に包まれるのもね、また面白いなと。いや楽しかった。プルプルでめちゃくちゃ美味しい。ごちそうさまでした。キューハンサム。っていう感じで、ビアードパパはね、普通のシュークリーム以外にもシューアイスとか、ちょっと形の違う棒っぽいやつとか、サクサクしたお菓子みたいなのも売ってたりとか、あとはソフトクリーム、なんかいろんなスイーツ売ってることがあるんですよ。結構どれも美味しいので、そういうのもね、もし見つけた方はぜひ。楽しいです。美味しいのはもちろんね。プルプル好きプラスカスタードクリーム好きはもう最高だと思います。ということで、ハンサムクロジーでした。バイバーイ。